こんにちは。1、異順儀大麻司祭。第3話に登場し、マンホールの支配人候補として期待されましたが、使命に忠実でホテル・デルーナには関わりませんでした。俳優との再共演が注目を集めました。2、イシオン宇宙飛行士。第3話で宇宙飛行士として登場し、ホテル・デルーナに興味を示さず拒否する役どころ。ヨジングとの再会がファンにとって嬉しい瞬間となりました。3、キム・ジュニョン大食いタレント。 第6話に大食いタレントとして登場し、マンウォルト・チャンソンが訪れたお店で食事を楽しむ役どころ。実名での出演が特徴的です。4. イーギョン幽霊俳優。第6話に登場し、幽霊が憑依した俳優として王の役を演じる。星から来たあなたのプロデューサーとの縁で出演したことが話題となりました。5. ピョエジン劇中ドラマのヒロイン。第6話で放送された劇中ドラマ中伝になった女のヒロインとして登場。 ミュージカル女優としても活躍するぴエジ人の存在感が光ります。6. ナムダルムオーボライノカミ水の霊。第7話に登場し、水の力を借りるためにマンウォルが訪れた神。俳優との共演経験がある俳優で、神秘的な演技が印象的でした。7. ソルリチャンソンの元カノ。第10話に登場し、チャンソンの元カノの駅。俳優の親友であり、 歌手としても成功を収めているソルリが感動的なシーンに登場しました。8. キム・スヒョン新しい支配人。第16話に登場し、マンォルが成仏した後の新しい支配人としてホテル・デ・ルーナに現れる役。俳優とのプロデューサーでの共演経験がファンに喜ばれました。これらの俳優たちのカメオ出演は、視聴者に驚きや喜びを与え、ホテル・デ・ルーナの魅力を一層引き立てました。 彼らの登場によってドラマの世界がより深まり視聴者に不確な幸福感をもたらしました。チャンネル登録よろしくお願いします。